さあ、エバークライシスやっていきますということで、まあ、クリアしたのはね、もう11月2日なんですけど、今、5日なんですが、インフェルノランタンね、EX1、まあ、ギリギリクリアできて、まあ、次はね、鉄巨人の討伐に関しては、まあ、1回だけやってみたらいけそうだったって話したんですけど、まあ、EX1 ね、結構余裕でしたね、やっぱり。なんかね、最初はね、防御デバフ2人の、攻撃デバフ1人、でやったんですけど、クリアできなくて、自分が持ってるキャラクターで攻撃デバフね、武器ね、2人しかいないんで、マットとセフィロスですね。この2人にしてやったらね、余裕でクリアできました。時間はかかりますけどね。操作キャラクターはマットですね。まあ、ひたすらこの X ショットっていうのを打って、やばくなったらヒーリングシャワー。もうひたすらその繰り返しです。それでね、余裕でクリアできましたね。いや、まだ無課金で一応なんとかね EX1 はクリアできてますけど、あれですね、なんか、ブレイブリーデフォルトのさ、ブリリアントライツみたいな感じにならないといいけどね。結構毎回ギリギリなんで、ブリリアントライツはね、途中から、もうこういう EX1 みたいのもクリアできなくなって、まあユーザーもどんどん減ってってサービス即終了したんですけど、同じ感じにしないといいですよね。まあスケーニ運営だからね、ちょっと危険ですけどね。ちなみにマットに関してはね、もう成長ボードとか、全然育成してないんで、もうサブ武器はとにかく HP アップですね。大切なのは HP って感じかな。なんか5000以上ないときついっていう感じ。成長ボードなくてもなんとかいけるっていう感じですね。つい最近知ったんですけど、攻撃デバフの武器を持ってない人はね、いつからかわかんないんですけど、このデブレイっていうね、このマテリアがあるんですよ。これがね、単体の攻撃デバフなんで、このデフレイっていうのを使えば普通にクリアできるんじゃないかな。まあそんな感じで、今回のね、鉄巨人討伐もね、EX1 は、なんとかクリアですね。EX2 に関しては、チャレンジすらしてないです。一回だけやってみようか。まあ終了日直前くらいにね、一回だけやってみようかなと思います。そんな感じで、まだなんとかね、無課金でもね、ついていけてます。どうもありがとうございました。